はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。今回はサクスペのですね、お知らせバージョン 4.09 のお知らせということで、5月11日のメンテ後からバージョン 4.09 が、適用になりますということで、今回はサクセスではなくて、そこら辺の内容を見ながら、今の自分の状況とかをちょっと語っていくっていう、ただそれだけの動画になります。で、このバージョン 4.09 からこれだよね、エアギターのしどれみちゃんが、俺も全然知らないんだけど、最近のそのあの空白期間のキャラクターが全然わかんなくて、エアギターしどれみちゃんが思考の外野手を取れるっていうこと自体知らなかったんですよ。で、これ書き方的に成功すると思考の外野手コツレベル3で取れたんだけど、失敗するとこれ多分取れなかったのかな、あの思考の外野手自体が。で、それが失敗してもコツレベル1で取れるようになりましたよと。で、あと追加で金徳のヒートアップのコツが獲得できるようになりましたということで、思考の外野手とヒートアップの、2種類の金徳が、確定で取れるようになりますということですね。で、このエアギタシドレミちゃんなんですけれども、あの7周年記念ガチャがあるじゃないですか。で、そこで、あと20連目と60連目だったよね。20連目で SR の選択権、60連目で PSR の選択権ということで、この選択権に入ってるんですよ。で、俺2ループしてるんで、PR と、SR と PSR がちょっと2セットずつあるんで、これまだ使ってないんですね。で、こういうのってなんか悩むじゃん。で、めちゃくちゃ悩んでて、要は PSR のなんか最初は、クイーンココロちゃんの上限解放しようかなって思ってたんだけど、でもやっぱりなんか新キャラも欲しいなって思いつつ、結局は使わないでいるという感じだったんですけれども、ここでエアギタシドレミちゃんがいて、金徳を見てみると、電光石火か思考の外野手ということになってますので、これが、思考の外野手プラスヒートアップが取れるようになるっていうのはかなりでかいよね。で、しどれみちゃん自体は、まず得意練習が肩と打撃の2種類練習持ちで、上限アップが、守備と走力2つありますということで、もちろんね、今最近もうほぼほぼ固有がついてるんで、技術ボーナスとタックボーナスついてますと。で、50まで上げると練習効果アップ30つくんだけど、自分のようにこうやりたてでまだ100人作ってないんで、多分70人くらいしか作ってないんで、そういう人はSR35 ができ、SR45 か、SR45 ができれば上場かなっていうのと、PSR50 までは持っていけないんで、PSR をちょっと42とかで、使っていくのが現実的な使い方になろうかと思うんですけれども、金徳2つあって、かつ1個が思考シリーズ。で、上限アップも2つ持ってるということで、エアギタのしどれみちゃんは、もうこれもうほぼほぼ取りに行く感じで、使っていきます。今日は取んないですけど、っていうのが、まず一つと、あともう一つが、ちょっと漢字読めないんですけど、なんか余剰のもう一個のバージョンですね。ここか。余剰がもともと独身術とカンパを持ってたんですけど、独身術は確定なのかな。で、カンパが不確定だったんだけど、で、これ失敗してもまずカンパは取れるようになりますと。だから独身術とカンパが確定になって、で、かつ余剰のイベントって金徳最後、なんか選択肢が2つあるんだよね。で、選択肢が2つあっても何が何だかよくわかんないんだけど、なんかどっちがカンパでなんか成功しやすいのとかあるのかなって、ちょっと思ってたんだけど、結局よくわかんないっていう。で、そのよくわかんない選択肢が、多分1個がカンパの選択肢になって、で、もう1個が大打撃になると思います。これは多分なんですけど。っていう感じで、余剰もね、独身術持ちなんで、自分はやっぱりサクセスの野手作るときは独身術はもう絶対必須なんで、独身術を持ってない人は人にあらずだから。なんで絶対独身術つけたいんで、余剰も使う機会はあるかなという感じになってます。で、あと阿久津くんは、よくわかんない。ミート上限アップがつくっていう感じになってますと。あとフレンドの機能とか、ちょこちょこ、改良されるんですけれども、そもそもキャラが全然分かんなくて、
まあ、もちろんネットとかでね調べれば全然出てくるんですけど、まあ、結局チケットの使い道ですよ。で PSR 選択権で、まあ、SR もあるんですけど、まあ、まず1枚は絶対シドレミちゃん取るでしょ。でこれ PSR もう1個取ると、まあ、42で筋力ボーナス5か、筋力ボーナス、そうだよね、筋力ボーナス4から筋力ボーナス5になったところでどうなんだろうなっていうのはあるんで、まあちょっと50にできないんだったら別に40でもよくないっていう感じだから、まあエアギターシドレミちゃんは1枚でいいかなっていう感じです。であとそうだよね、なんかシモンとかもさ、いつの間になんか新バージョン来てたんだろうね。バニッシングクロスとかオリヘン持ってんじゃん、いいな。オリヘンもね、やっぱ投手作るんだったらなんか査定がいいかっていうのはちょっと別問題として、なんかやっぱオリヘン、まあオリジナルストレートもそうなんですけども、つけたいよねっていうのが1個あります。でアーサーも、まあ、キングっていうのが来てて、あエクスカリバーとジャストフィットか、まあ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 、これはなんかエクスカリバーから選択肢で鉄仮面も取れますよ的な。でもこれ2つ取れるんだったらね、上で良くないっていう、まあ、金徳かぶりをちょっと防ぐ感じになるのか。でダイナミックの7位はもともと俺がやってた時もいたんで、まあミート上限アップの、まあ、アーティストカジバのバカ力から、今だったらやっぱりさ金徳2つ取れて、かつ上限アップも2つ欲しいよね。まあ、上限アップ1個だったとしてもなんか6とかなんかそういう高い数値の人じゃないと、なんかなかなかね使おうっていう気になれないんだよね。アイドルとかマジ全然わかんないんだけど、え思考持ってんじゃん、知らなかった。思考をやっぱつけたいよね、なんかその作るとき、えこいつ思考持ってんだ。35とかで SR 取っちゃうのありかな。じゃあで30レベル30でパワーと補給がついて、あでも40でタックが増えるのか。えちょっと待って、タック 55? あタック80か、35でタック80。あこれあ解放すればするだけ強くなる感じだね。あでもまあ50がやる気150だから、まあ45でいいのか、現実的に考えて。えアイドルパーちゃん、ちょっと待って、これ全然知らないんだけど、思考持ってんじゃん一塁だ、思考誰持ってんのかが全然、こいつも思考持ってんじゃねえかよ。思考1、思考2で思考外野でしょ。じゃあ誰よ、まあ、ちょっとこの辺は投手だからね。だからその後俺球界の頭脳持ってる人いないんで、全然キャラ持ってないから、ちょっと確認していこう最近の。ゲーみやびちゃんさすがだな、思考の遊撃手持ってんのか。なんか思考シリーズ取っていっちゃおうかな。でジャスミンはなんかいた気がする、鉄腕と変幻自在、これ2つとも二次得に絡んでくるよね。アバタオリヘン、あれこれ何取れんの、アバタボールとか取れんのかな、よくわかんない。ドラムメジャーとかも全然わかんないな。あでもなんか1個しか取れないんだこの子、かなでちゃん。なんかある、さらにスタミナ上限と走力上限、まあ彼女キャラだからね、あの投手でも使えて野手でも使えるよって言って、彼女キャラで、まあ、あの野手の上限アップしか持ってないとか投手の上限アップしか持ってないっていうのもいたりするんで、まあ、ただかなでちゃんについては両方持ってるけど、まあなんか金徳も1個しかないし入れるかって言われたらなんかちょっと微妙だよね。あと相棒キャラのトレーナー加藤理香先生もなんかいた気がするけど、まあ、別にだな。パジャママリナちゃん、あこれもちょっと前のキャラなのかな、やっぱり。あ肩とミート2つ持ってるのか、でも肩とミート2つ持ってるけど金徳が1個だけ。あとバリスタのヤギウちゃんは、まあ、特に、まあ、2つ取れますからの総力、あ、なんでスタミナ持ってんの、こいつ投手も使えんの、ちょっと打撃と球速か、あ一応二刀流キャラなんだ、全然知らなかった。でパワーポケの鋼くん、球速と変化球、変幻自在金縛り、変幻自在復活、まあ、復活あるのはいいね。で変幻自在も金徳と組み合わせ二次得化すれば、まあまあまあいい感じで、スタミナ上限だけか。でプライベートの立橋さん、走力と守備、ホームランフィーバー、ホームランフィーバーって何どういう、あのカリスマとかもさ、俺全然さその効果が分かんないんだけど、
どういう効果が起きんのっていう。で、ミートと守備か。あ、練習改革があるね。練習改革もちょっとシステム的によくわかんないんでね。まあ、これ、走塁の練習をすると精神がつくよっていう感じなんだけど、なんかあんまりなんかポイント的にすごい感じはしないからな。で、プライベートホムラちゃんは、PSR の今、無料券で手に入れました。ホムラちゃんが彼女にできるって、マジいい時代だよね。夢だからね。あと今どうなってるかわかんないけど、葵ちゃんも彼女にできるってなると、なんか熱いよね。で、伊野くんは投手だから、今日の切れ味と精密機械、この両方とも虹と果敢に絡められるか。あー、で、ただあれはないのか、上限アップ的なものはない。もっとやっぱ上限アップないと、なんか入れる気にはちょっとなれないよね。で、40でルーちゃんの別バージョンはパワーか、金とクワイト。ここから下はちょっと微妙だな。あ、そうそうそう。で、ワールドクラスの山口はね、俺持ってるんですよ。で、思考のクローザーがあって、で、急速の上限アップがついてるんで、そうそうそう。これはね、なんか、たまに、今あんまりちょっと、押さえ作ってないんですけど、まあ、来る機会はあるかなっていう感じ。で、ワールドルナちゃんもなんか、WBC の時に配ってたんだっけ？なんか、ここら辺。まあまあ、くれるもんとしてはね、上限アップもついてるし、で、あと、コントロールのね、練習改革っていうのがあるんで、まあちょっと練習改革をどの場面で生かすかっていうのが全然わかんないんですけど、ちょっとわかんないことだらけで、なんか本当申し訳ないんだけど、まあちょっとね、いろいろ時代は変わったなっていうのを見ていく。そう。でね、ワールドクラスの神高とかもね、出てて、神高もね、キャラ的には好きなんだよね。好きなキャラではあるんだけど、まあコントロール上限とスタミナ上限アップついてるのか。はあはあはあ、で、得意練習は変化球の1個か。で、街道かアームブレイカー。まあ、アームブレイカーはなかなかのレアっぽい気がするけど、街道はまあ、二次得につなげられるけど、でも1個か。まあ、1個だけど、コントロールとスタミナがまあ、2ずつ。まあまあまあ、出番があるかもしれない。あと、ワールドクラスの大西。スタミナと筋力。あ、こいつは2つ取れるんだ。精密機械。変幻自体ジャストピット。上限は、なんで走力があるの？あ、スタミナと筋力か。なるほどね。二刀流キャラ、まあ、手持ちが少ないときはね、なんかこういうの結構助かるんですよ。二刀流キャラ。あの、入れるキャラがいないから。とはいえなんだよな。だからそうか、野手でも、でも2つくれるのか。アンダ製造機、高速レーザー。外野作るときやっぱ高速レーザーとかなんかつけたい気はするよね。あとワールドクラスの以外に守る。で、これは持ってるんで、まあちょいちょい使う。あの、アーチストを使うときにちょいちょい入れたりする。で、野手でも入れるんだけど、まあ基本的に野手の上限アップはついてないんで、まああとワールドクラスの守るくんは急速上限アップがあるんで、まあ投手でも使えます。あと、球速と打撃か。そうか、二刀流キャラだからか。で、ワールドの進むくんは、なんか全然持ってないんだけど、あ、球界の頭脳持ってんのか、やっぱり。なるほどね。守備と打撃。で、ここら辺のキャラってさ、結構別バージョンがいっぱいあるから、まあ、それなりにやってれば解放もね、できやすいっちゃできやすいんだよね。球界の頭脳か、欲しいな。今ちょっと、まあ、SR 以上って考えるとチケットが4枚あるんですよ。 SR1 枚、 SR1 枚、 PSR が1枚1枚の4枚で、思考シリーズちょっと取ってきたい気はするんで、まあ、そこが今悩みどころですね。で、あとワールドクラスの友沢は、あの、 SR がなんか知んないけど持ってる。で、そう、カリスマ持ってるんだよね。カリスマの効果が全然わかんないけど、で、降格法は、まあ、二次得と重ねるときに入れたりします。で、あと40にならないと総力上限アップがつかないっていうのと、で、ただ潜在能力でミート上限アップがつけられるんで、まあ、かなり強いキャラではあると思います。友沢もね、やっぱり強くあってほしいよね。最初なんてさ、マジでなんか弱えみたいな。で、別バージョンが出てようやくまとも沢になったみたいなさ。で、なんか能見くんも別バージョンがいるんだけど、1個で、まあ総力と守備2つついてんのか。なるほどね。で、オクトパスアンヌちゃんがいて、この子は、あ、40で1個か。で、
三本松いたよな。そう、三本松が至高の一粒子持ってんのはまあまあまあ知ってた。であと六本木でしょ。六本木もまあ守備と補給があるんで、アイコンタクトつけるときに入れるかな。ちょっと戻ってたよ今。六本木まで見たのか。で多分ね、こそあの鋼鉄騎士の怒り守るのガチャを引いて最後終わったんだよね。カイザーライジック、まあ、打ちづらいって言えば打ちづらい。でここで急速上限アップが出たんだけど、もうちょっとなかなか時間が取れなくて終わった。袴の友沢、ああ至高の二塁手か。なるほど、どっちがいいんだろうな。キャラ的にはでもさっき見たこっちの方がいいのかな。わーちゃん、あー企画ヘッドも両方もらえるしね。で上限的には2つあるから、まあ至高の二塁手狙うんだったら、でもまあ得意練習がメンタルっていうのもあるけど、まあ2つ持ってればそりゃいいんだろうけど。であとジャベリンの黒サンタ、ブリッツ、ブリッツって何、初めて聞くんだけど。40でミートと総力か。なるほど、っていう感じです。まあちょっと全員見ていくとなかなか大変なんで、これ誰全然わからんわ。あで幼女ここにいるわ。あでスバルもねスターダスト S って何、 S って何、視界の魔球コントロール4か。まあという感じで、まあまあまあいろいろちょっと全然知らないキャラがねいっぱいいたりして、まあどれを取っていこうかなという感じなんですけれども、今のところちょっと思考キャラ欲しいなっていうのが一つあります。でちょっとね順番がどうなっちゃったかなんだけど、一回キリコちゃんが PSR 出て、あの無料ガチャで、で一応キリコちゃん使って星作るよみたいな動画を上げたつもりが、なんか全然別の動画が上がっちゃってて、で友達から動画かぶってねみたいな LINE が来て、ゲー本当だってなって、動画を多分、上げ直した後これ撮ってるんで、その動画だと球界の頭脳持ってないですって言ってるんですけど、やっぱ球界の頭脳を持ったキャッチャー欲しいよねっていうので、今のところワールド守るくんも候補に入れようかなと思ってます。でワールド守るくんに関しては、まあ35でいいかな、 PSR じゃなくて普通の SR で、まあ45までいければいいかな。でも50になると、あ一気に精神ボーナスがつくのかっていうのがちょっと今見て悩んでますという感じです。まあなんかなかなか取り留めもない話になっちゃいましたけど、あんまりねだからキャラがいないんですよ、復活して新しいちょっとアカウントになってるんで、今サクセスも65人しか作ってなくて、イビキャラも今ボックスにいるのは PSR と SR でまとめてあるんで、まあ、全部で145枚ですね。まあ、被りもあるんで、アキくん3枚とかあって、まあバーバーバーって見てみるとこんな感じなんで、選択肢がねそんなに広くないんですよね。だからまあそこがねちょっとなかなかきついところではあるんですけれども、まあモテるところでなるべくね、まあ今回はね割とエンジョイ勢でやってるんで、まあ自分の作りたい選手を、まあ、作っていければと思ってます。というような感じで、今回はこれで終了したいと思います。まあ何かね、まあ、デッキ等アドバイスいただけると大変嬉しいんで、コメント等いただければありがたいですというところで、終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録高評価していただければ幸いです。これからもよろしくお願いします。